お客様の中に探偵の方はいらっしゃいませんか？地上はるか1万メートルの空の上、その機内アナウンスをきっかけに彼らの旅は始まった。彼女の名はシエスタ、本名不詳、才色兼備、天衣無縫の名探偵。彼の名前は君塚君彦。来歴不明、友人皆無、巻き込まれ体質の探偵助手。そんな二人は世界中で事件を解決し、軽口とともに銃撃戦をくぐり抜け、誘拐されて監禁されて、人造人間や生物兵器と戦って3年にも及ぶ冒険劇を繰り広げ、やがて死に別れた。これはそのさらに1年後、名探偵を失った助手が再び立ち上がる物語。名探偵が失われた本当の理由を知っていく物語。そしていつか彼が名探偵を取り戻すまでの長い長い目もくらむような物語だ。探偵はもう死んでいる。私の名前は渚、探偵代行、夏凪渚。